おいとまを告げなければなりません。ええ、神書頼みましたよ。いいえ、これきりでございます。貧困はこの世の断り。確かに全ての生命が守るべきものでございます。しかし余力でいい、余裕なき者からは頭上を飛び交う関わりのないルールです。アデル殿、白の民は結構でしょう。潤沢なソウルに始祖のルーンの恩恵、豊かな暮らしが約束されています。しかし血を這う我らは違う。頭上には天空大陸、なぜ永遠に影の中なのか。それが天と地、白と黒の均衡を保つ世の初めよりの断りなのです。ですから同じではないのですよ。断りなどというものは所詮強者に都合のいい呪縛。アデル、何の冗談かしら。同情ありがとう。だが、いや、死に追ってから物を言う。ホイオス、その者を捕らえよ。蛮族め、貴様らは人ではない。黒のやり口はよくわかった。わずかでも心を許した。俺がバカだった。そっちがそのつもりならば、地上ごと消したってからな。縄を持て。待って、あとでたっぷりと貴様ら黒の情報を聞き出してやるからな。アリス様、少々早くこちらへ。はい。